気分が悪くなってしまって、うん、もう貧血を起こすような感じで、もう地面に倒れそうなぐらいびっしりオーブが映ってる。私この大仏さんの前だったら死ぬの怖くないなって思ったんですよ。どうも、新横山由紀でございまーす。今回もですね、素敵なゲストの方が来てくださっております。どうぞ。はい、自然栽培農家で元エンバーマー、埼玉怪談ベースヒーロー担当の柴山彩子です。よろしくお願いします。お願いします。それでは本日も開会ライフをお楽しみあれ。はい、今回はですね、柴山彩子さんにおすすめのパワースポットとやばい心霊スポットの紹介をしていただきます。どちらが前後しても構わないので、どっちの紹介からでも構わないので、はい、お願いいたします。では早速、はい、やばい方から行かせていただきたいと思います。はい、私がですね、大阪に住んでいたことがあるんですけれども、はい、生まれは東京なんですが、うん、高校1年生から、まあ、大人になって30代手前ぐらいまで大阪にいたんです。で、まあ、結構長い期間、まあ、13年ぐらい大阪にはいたんですけど、うん、その時にですね、その期間に旅行に行くと言ったら、日帰りだと、まあ、奈良とか和歌山とか京都とか、うん、まあ、近隣の県に日帰りで行くとか、うん、まあ、一泊旅行で行くなんてことが多かったんですが、うん、私がやばいと思った場所、これ、和歌山県の千畳敷という、まあ、景勝地なんですね。はい、海辺で、こう、まあ、段になった崖があるようなところなんですけど、うんうん、まあ、これですね、名前出してしまってるんですけど、うん、決してまあ、そこが私が霊感があってやばいと言ってるっていう場所ではなくて、うん、あくまで私が合わなかったっていう、個人的にちょっと、そうですね、合わない場所っていう感じなんですよ。うん、和歌山県の出身の友達もたくさんいますし、うんうん、和歌山県自体はすごく素晴らしい場所だと思うんですけども、うん、なんとなく私、和歌山県と相性が良くないというか、まあ、何があるというわけではないんですけど、その電車で降り立った時からもうゴーンと重い感じがするんです。あららら。で、まあ、一切霊感とかはないんですが。絶対ありそう、今。それ聞くだけで絶対ありそう。いや、わかんないですよ。なんか、うん、本当にいろんな場所行きましたけど、うん、あからさまに感じるのは、和歌山のその地域だけなんですね。トータルで3回は確実に行ってるんですけど、うん、一番初めに行ったのは友達と一泊旅行で、南紀白浜にパンダでも見に行って、うん、で、こうぐるっと観光地回って、うん、遊びに行こうよみたいなプランを立ててですね、うんうん、で、まあ、本当に海が綺麗なので、その千畳敷から海を見ようっていうことになったんですけど、うん、実はそこって自分で命を絶たれる方っていうのを絶つ方というのも多い場所でして、うん、まあそれはなんとなくは知っていたんですね。うん、あまり詳しくは知らなかったんですけど、うん、まあそういう場所だというのは聞いたことがあったんですが、まあそこを見た後、そこに行って、あ、海が綺麗だね、なんて言って、でも私はずっとなんとなくその地域についてから重い感じはしてたんですけど、やっぱり景色見る友達と海が綺麗だね、風がいいね、なんて言って過ごしたんですが、うん、そこから別の場所に移動して、1時間も経たないうちに、私もあれよあれよとまで気分が悪くなってしまって、うん、もう貧血を起こすような感じで、もう地面に倒れそうなぐらい、もうかがみ込んじゃって、具合悪くなって、ちょっと近くの店にですね、休ませてもらうみたいなことが起こってしまったんですね。うんうん、で、その後もう観光が全然できなくて、うん、とりあえずホテルにはたどり着いたんですけど、もう次の日すぐ帰ろうみたいになっちゃって、うん、もうその時の旅行は本当にもう友達には申し訳ないような感じで終わっちゃったんです。私もなんか、あ、なんでこんなことになっちゃったのかなとか、ちょっと大阪から当時ですね、和歌山に行く電車って、揺れが結構あるような、鈍行だったりしたんで、鈍行だったのかなんか急行だったのかわかんないですけど、ちょっとアクセスがね、不便なんですよね、和歌山って。で、まあそれで、まあ、なんとなく乗り物酔いしてたところもあったのかなとか、いろいろ反省したんですけど、まあそんなことがあって、まあそれからかなり日が経ってですね、次が職員旅行で和歌山に行くっていうことになったんですよ。で、その時に、ちょっとその最初のことがあったんで、あ、和歌山かって思いながらも、まあ職員旅行で行けば楽しいかなって思って、20何人ぐらい、まあ24、5人ぐらいの職場だったんですけど、うん、まあバスをチャーターして、で、和歌山に着いた時に、やっぱりバス降りたらドーンって重い感じがして、わあ、これ前感じたのと同じ感じだなって思ってて、私なんか和歌山なんかあんのかなとか思ってたんですよ。うん、もう、その職員旅行は幹事の人がツアーを組んでるから、自分でどうこうできないんですよね。うん、で、やっぱり千畳敷だととかその海の景勝地を回ったんですけど、うん、その時は具合が悪くなるまで行かなかったんですが、夜宴会で、一泊旅行でね、夜はもう宴会場でバーっとこの字で宴会をして、うん、こうみんな縁も竹縄でですね、最後じゃあ集合写真を撮って終わりましょうって言って、うん、宴会場でバーっと並んで写真を撮ったんです。その写真がですね、もう湿気とか埃とかいうレベルじゃなく、びっしりオーブが写ってる。おー。ですね。で、まあ、それはですね、写真をその後配られてから知ったんですけど、うん、うわ、この写真すごいな、みたいな感じで思っていて、なんとなく和歌山がそういうイメージだったんですけど、うん、3回目は、それからまた年月が経って、うん、お付き合いした男性が和歌山に旅行に行こうと言い出して、うん、あって思ったんですけど、その時付き合い立ててですね、うん、一生懸命彼が考えてくれたプランだから、うん、それにね、まあ、付き合い始めて楽しいじゃないですか。だからまあ彼氏と一緒だしって思って、うん、彼と初めての旅行だしって思って和歌山に行ったんです。それで、うん、なんとそこでも洗浄敷に行こうっていうプランがあってですね。その、行ったんですよ。うん、で、まあ、海はすごい綺麗なんですよ、本当に。うん、もう観光スポットとしては素晴らしいところなんですけど、石にですね、遺書が彫ってあるのを見てしまったんですね。うわやっぱりデートなので、こんなとこに行って彼氏にはちょっと言えなくてですね、うん、私だけちょっとそれが見えてしまって、うん、うわって思ったんですけど、で、まあその後、まあ2カ所ぐらいまた別のところを回って、予約しているホテルに着いて、うん、まあビュッフェスタイルのすごくいいホテルでですね、晩ご飯を食べてる最中に、突然彼の顔色がさーっと青白くなっていって、うん、もう真っ青になって、ごめん、ちょっと具合悪くてもう食べれないやってね、普段すごいもりもり食べるお酒もよく飲む人なんですけど、うん、そのままホテルの部屋に入ったら、もうゲーゲーなっちゃって、で、その時も、その次の日も観光なしですぐ帰る感じになっちゃって、もう3回目はさすがに私は、ちょっと私がこの場所と合わないんじゃないかって思ったんですね。で、それ以降は行った記憶がないので、多分その3回で終わりだったと思うんですけど、うん、はい、っていうところがあって、ちょっと私はその場所だけは合わなかったなっていうところでした。その、はい、何か霊的なものを見たわけではないけども、そうなんです。そこに行くと具合が悪くなってしまうとか。そうですね。まあ最後は私じゃなくて一緒にいた方が、ね、はい、本当にもう私よりもひどいぐらい。なんで3回目は別にちょっとね、衣装を見てしまったけども。別に嫌だなっていう感じはすごいしてたんですけど、うん、決して気分がいいわけではなかったんですが、食らっちゃったのは私の彼氏だったんですね。で、でももちろん本当に何度も言いますけど、観光地としては素晴らしいところなんです。景色が良くて。うんうん。ただ、まあ、何かもらってしまうというか、受けてしまったのかわからないんですけど。話聞いてて、もう3回目のその彼氏がプラン立ててるところの時にはもう呼ばれてんじゃないかと思いましたよ。ああ、本当にそうかもしれないですね。なんでよりによってそこのプラン立ててるのって今思いましたもん。そうなんですよ。私も若かったんで、うん、なんか嫌とも言えず、いや、なんかでも彼氏と旅行だから楽しいだろうな、みたいな、勝っちゃったんで。行ってしまったんですけど、うん、まあ、なんか 100% すごい嬉しいではなかったですね。確かに。またあそこか、みたいな感じはありましたけど。社員旅行まではね、はい、偶然かなと思いますけど。そうですね。彼氏がプラン立て始めてる時からなんかこれ。呼ばれてたんですかね。おかしいよっていう。おかしいですよね。そうなんですよ。もうそういうことがあって、今ね、階段でいろんな話を聞いてて改めて思うのは、まあやっぱり自分と合わないこう場所とかであるんだろうなっていう、まあ、自分がそこに行くと何かとか、まあね、誰が行っても何かっていうのは、まあおそらく意味だとかそういうね、言われがあるようなところが多いんでしょうけど。霊感がすごいある人は、沖縄の地がもう合わないというか、なんか良くないというか、なんだろう、なんかあるみたいな。ありますね。私、兄がですね、いるんですけど、子供の頃に、小笠原諸島の父島に何年か連続して旅行に行ったことがあったんですよ。うんうん、兄は行くと必ず、そこで熱を出したり、ひどい時は肺炎を起こしてしまって、旅行なんでものの1週間ぐらいしかいないんですよ。なんですけど、その間に、もうことごとく具合を悪くしちゃう。って、最終的にはもうドクターヘリを呼ぶかどうかぐらいのとこまで行っちゃったことがあったんですけど、父島って激しい戦地だったんですよね。で今でも戦争の跡が本当にもう大砲の跡だったりとか、もうそういった生々しい傷跡があるような場所、まあ沖縄とね、似ていてというか、本当にもうえぐい跡があるんですけど、最終的に島の人に、私の兄はですね、もう次来たら死ぬよって言われてたんですよ。なので、それ以来、もう行かなかったっていう。島の人に。島の人に、もうここまでなってて、多分当時島の人も、まあ、馴染みの人がいたというか、うん、毎回具合悪くなってお世話になってたので、私はまあ、まだちっちゃかった小学校1年生前後ぐらいだったんですけど、兄貴は高学年で、もう次来たら死ぬからもう来ちゃダメだって言われて、それ以来行かないっていうのがありましたね。はい。そういうなんか霊感的なものが関係するんですかね。兄はね、繊細だったんですよ。私はあんまり繊細じゃなかったので、父島なんか楽しいなぐらいしかなかったですけど、兄はいろんなところでまあ、ちょっとそういうのがありましたね。もしかしたら霊感があるのかわかんないですけど、ね。例えば、本当に霊感とか関係なく、そこの土地の気圧っていうのなんかわかんないけど。ああ、まあ、あるでしょうね。その気候だとか。気候とか、その微妙な、ね、変化って、あと磁場とか。ああ、磁場とか、ね。そういうのもあるかもしれないですね。そういう微妙なものを察知して、それが合わずに具合が悪くなってしまうとか。そうですね。兄の場合はですね、もう一つちょっとこれ出していいかわかんないですけど、当時、私たちが小さかった頃って、オウム真理教が街中ですごい活動してた時、被り物被って風船配ってとかやってた時に、兄貴がまだ、まあ子供だったんで、オウムの人から風船もらっちゃったんですよ、普通に。したらその直後に具合が悪くなっちゃったりとかもしたことがあって、やっぱり繊細なんでしょうね、なんか。やっぱちょっと霊感的なものなんですかね。何かね、鋭いんでしょうね。まあ、病弱でもありましたし、まあ、受けやすいというか。柴山さんは会談の時に話されていた念を察知してしまったみたいな。そういうのもあるんですかね。なんかの念を察知する。あるかもしれないですね。まあ、そんなに私はその場所を詳しく調べるとかはしてないんですけど、千畳敷にしても、まあ歴史を調べるともしかしたら何かがあるとか、まあ千畳敷は特にね、今でも自ら命を絶つ人が後を絶たないっていうところなので、まあ念が残っていてもおかしくないんじゃないかっていうのはありますね。まあでも一般的には観光スポットなんですよね。景色はめちゃくちゃいいんですよ。はい。綺麗なとこではあるんです。ああ、まあでもそれはあるかもしれないですね。なんか景色が素晴らしいところがゆえの、なんか吸い込まれるようにみたいなのもあるかもしれないし。そうですね。なんか自然豊かなところって、まあ変な話、こうね、自然に帰るじゃないですけど、まあそういう場所に選ばれやすいのかなとか、まあ樹海にしてもそうですけど、まあそういうのはちょっと思ったりはしますけど、でももろにね、こう岩にこう掘られているのを見たときには、それは見たくないわ。きつかったですね。まあその人が実際にね、そうなったかどうかは分かりませんけど。でも高校生の時に大阪に引っ越したって、結構大変じゃなかったですか、周り。大変でした。もう大阪ってもうほぼ外国みたいな。ね、言葉も通じないというか、通じないことはないですけど、本当にね、大阪の言葉だし、すごいですよね。高校生って本当、思春期なので、ちょっとね、不登校になっちゃったりもしました。僕も関西出身ですけどね。ああ、そうなんです。やっぱちょっと言葉がね、と思いましたけど。僕は奈良県出身なんですけど。ああ、そうなんですね。ああ、よかったです。和歌山で地雷踏んだかと思いました。僕もね、やっぱ奈良県とか、まあ、関西離れてから、まあ、関西住んでる方もいっぱいいるからあれだけど、やっぱちょっと人種がちょっと違うっていうのもあるし、まあ、当たり前のことなんだけど、周りの人全員関西弁ってすごい環境だったなと思って。でも言葉が一番を感じますよね。で、言葉が違うと話のテンポも違うので、そこがちょっと苦労するというか。僕、東京、最初出て、東京来た時に、うわ、電車の中めっちゃ静かやと思いましたもん。わかります。関西の電車の中全員喋ってたから。なんか夕方過ぎると普通の電車でもプシュってやってる人いたりしますから関西の電車の中とか全員喋ってたのに、東京電車の人はシーンとして、うわ静かやなと思って。そうですね、それありますよね。あるある。あとドラマとか見てて、うん、その地方の子たちが東京に出た時に、うん、都会ってこんなにせかせかしてね、人がみんな何を急いでるんだろうみたいなことを言ってましたけど、うん、大阪とかに慣れてると東京を押そうと思いましたもん。あ、思いますね。関西めっちゃ早いからね、もっと。そう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 、あれ、折檻車って多いですからね。うん、本当にエスカレーターで止まる人いないとか。そう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 。そうそう、あります。うん、わかる。関西の人、僕も結構歩くスピード速いし、東京押そうと思いました。思いますよね。私、親が大阪人なので、うん、そんなに大阪行った時も、うん、その衝撃はいろいろありましたけど、うん、でもやっぱり家に帰れば、親は大阪弁だし、うんでも自分がね、喋るってなるとすごく大変でしたけど、うん、文化としては馴染むのは早い方だったかなと思いますね。うん、最終的にはもう、ちゃんと大阪弁をマスターして、大阪人として生きていたので、向こうでは。あと、東京の、おばちゃんって言ったらあれだけど、はい、東京のおばちゃんの方々はめっちゃ静かだなと思いました、それ。静かですね、本当関西。関西めっちゃうるさいじゃないですか。あと知らない人っても別に構わないですからね。うん、駅で、地下鉄で切符買おうとしてると、大体後ろからおばちゃんが、一日乗車券使い終わったやつを、うん、お姉ちゃん切符買うんやったらこれ使いって言って握らせてくれるみたいな。地下鉄の駅はいつもそんなんでしたね。ね、あと関西とかだと、なんかアルバイトとかしてても、おばちゃんとかすっごい話しかけてくるし。ありますね。でも東京の人ってこう、ね、一見して冷たいというか、うん、ね、喋ればそんなことはないんだけど、そうですね、うん、静かでね、ドライな感じはしますよね。うん、女性とかめちゃめちゃ喋りますからね。そうです。基本笑うとき手叩くみたいな。うん、ノリが違うから、ちょっとね、やっぱ東京僕戸惑いましたね、東京とか。思いますよね。雰囲気違いますよね。うん、でも今になると、やっぱり大阪はたまに行きたいなって思います。うんうん、知ってる人もいっぱいいるし、何しろやっぱ関西って食べ物がめちゃくちゃ美味しい。そうですね。じゃないですか。うん、魚にしても、うん、肉にしても、うん。なんでね、ちょっと美味しいもの食べに帰りたいなとか思うときあります。はい。じゃあ、次はパワースポット行きましょうか。はい。はい。じゃあ次は、いい方の、はい、ところに行きたいと思いますが、はい、新横さん今、奈良というお話が出ましたけど、はいはい、次がですね、奈良なんですよ。おー、楽しみ。すごいベタなんですけど、うん、パワースポットとかだと神社が多いと思うんですが、うん、私すごい浄化を感じるのがお寺なんですよ。関東、中学校まで関東だったので、うん、初めて行ったのが修学旅行で奈良京都っていうパターンがあったんですけど、やっぱりオーソドックスなところで奈良の大仏見に行くんですよね。はい、初めて修学旅行で、うん、奈良の東大寺の大仏さんを見たときに、15歳で泣いたんですよ。とんでもなく衝撃を受けて。大仏さんを見て。はい。大きな大仏さんを見て、うん、地元の方はもう慣れてて、全然感じないかもしれないんですけど、うん、私、今でもですね、あそこはすごい場所だと思っていて。僕も好きですよ。本当ですか、うん、もちろんその後も何度か行ってるんですけど、うん、あの大仏さんって、昔、疫病が流行った時に、沈めるのを願ってとか、うん、そういった言われがあるじゃないですか。うん、でも私、あれを見た時に、もちろんその祈りも込められているんだろうけど、うん、病気とかってもう当時、今でもそうですけど、人の力でコントロールできるものじゃないんですよね。うん、でもやっぱり自分がかかった時に、このまま死んでしまうんだって思った時、うん、私、この大仏さんの前だったら、死ぬの怖くないなって思ったんですよ。うんなんかこういう意味で仏さんが人を救うっていうのは、こういうことなんだなっていうのを、ものすごく感動して涙を流したんですね。やっぱりその後も何度か足を運びましたけど、すごい浄化というか、当時の人の祈りだとか願いとか、それこそ念ですよね。念があって、物質的なものだけじゃない、なんというかエネルギーを感じる場所だなって思って、すごくいいパワースポットだなって思っているのが、一つです。はい。単純にもう、どでかいじゃないですか。そうなんです、そうなんです。圧巻ですよね。やっぱあれを見に行くのがもう、すごい。きですね。僕も奈良に帰った時は、そんなに頻繁に帰る男じゃないけども、帰った時行きますもん、東大寺。ああ、そうなんですね。大仏さん見に。実はそのお寺の流れでもう一つあるんですけど、はいはい、これはですね、今私が住んでいる埼玉県の本庄市の中の小平という地域があるんですけど、そこにサザエ堂というお寺のお堂があるんですね。はい、でサザエ堂って実は、ね、日本三大サザエ堂っていうのがあって、まあ、東北に一つと、はい、岩手だったかな、仙台だった。ごめんなさい。ちょっと調べてくればよかったんですけど、日本に3つあるうちの1つのサザエ堂が、その小平にあるものなんですけど、サザエ堂って何かっていうと、お堂の中が螺旋状になっていてですね、階段が。登っていく階段と降りてくる階段が違うっていう変わった構造のお堂なんです。で、その中に百体観音って言って、観音様がずらーっと並んでるんですよ。で、それは、浅間山の噴火で犠牲になった方を、鎮魂するための観音様が、全国各地から寄せられて、それが100体。まあ、ちょっとね、盗難なんかもあって、100体は揃っていないんですけども、そこのお堂、まず観音様が圧巻なのと、上まで行った時の天井絵が素晴らしいんです。で、私すぐ近くなんですけど、移住してきて3年なんですが、去年やっと初めて行けたんですけども、めちゃくちゃすごいパワースポット。もう本当に入った瞬間から、もう、空気が全く違う。出てきた時の心の静けさが全然違う。もうこれは皆さん機会があったらぜひ行ってほしい場所なんですけど。結構大きいんですか？いや、それがね、ちっちゃいんですよ。もう本当にこじんまりとしたお堂なんですけど。なんかそんな100体のね、観音様とかあったら。そうなんです。やっぱり3階建てぐらいで、もうぎゅうぎゅうに観音様が並んでる感じなので、大きくはないですけど、素晴らしい場所ですね。見たことない、そういう。もうね、ひっそりと立ってるんですよ。全然人が来ないんです。で、年季もかなり入っちゃって、本当にあと10年、20年したら、補修とかができなかったら、このお堂なくなっちゃうんじゃないかなって思うようなとこなんですけど、観音様一つ一つ、もちろん手彫りだったりして、表情が違って、もうじっくり見ている間にですね、あと、さっき言った天井絵も、すごく素晴らしいんですけど、ずっと横になって見ていられるぐらいの空気がとってもいいので、休みの日ね。はい。ぜひ、近くの方は、ここを抜けて、長瀞とか秩父の方にも行けますので、ドライブがてら寄っていただけたらすごく嬉しいです。なんか、芸術鑑賞というか、そういった面でも良さそう。まさにそれですね。本当にどこを見ても芸術的なので。はい、僕も博物館とかで仏像とかを見に行ったりするんですけども、博物館とか行かなくてもめちゃめちゃ見れるっていう。そうなんですよね。拝観料確か200円なので。はい。そうなんですよ。もうぜひおすすめです。いや、良さげなところだな。はい。行ってみたいですね、そこ。はい、ぜひぜひ。なんで、どっちかというと神社よりも、そういった、お寺で仏像とか見るのがいいですね。かもしれないです。はい。僕は昔は仏像とか全然興味がなかったんですけど。私もなんですよ。だんだんお寺とか行ったらね、仏像を見たりとか。なんですかね、年齢なんですかね。だんだんこうなんか、駅伝見るようになってくるみたいな感じと同じで。仏像を見るようになってくるみたいな、あるんですかね。去年奈良帰った時も、やっぱりお寺さん巡って、奈良公園にある博物館だが、行きましたもん、仏像見に。いいですね。なんか本当に、その時その時で同じものを見ても感じるものが違うというか、そういうのもあって、はい、また奈良も行きたいなって思ってます。はい、まあ大仏さん僕も好きですけどね。ああ、よかったです。地元ではなんて言われたら、なんかそうなんだと思っちゃう。でも、地元の方も好きなんですかね。地元ではとか、まあ地元、ね、住んでた時は、なんか見に行こうとか、もちろん僕が、そういうのに興味がなかったっていうのもあるでしょうけどね。その10代とかはね。まあ、地元にあっちゃうともうあるのが当たり前みたいになっちゃうのもあるかなとは思うんですけど。まあ、10代、20代とかであんまり仏像を見に行こうかなとか僕も思わなかったんで。まあ、いないですよね。めちゃくちゃ渋いですよね。今になって、なんか芸術的な、そういった見るのがすごく好きになって。そうですね。仏像とか、まあ、ああいうものって、今作ろうと思うとできないんじゃないかなって思うものが結構たくさんあったりして、すごいね、大きい曼荼羅の絵とか、なんかもう宗教とやっぱりつながってる美術って、やっぱり宗教の力があるからここまでできたのかなって思うものとか、はい、多くて、まあ神秘的ですよね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで、はい、ね、3本撮りを終えましたけども、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。楽しかったです。楽しかったです。埼玉怪談ベース、本当に僕いいグループだと思ってまして。ありがとうございます、うん。結構やっぱり好きになっている方多いですよ、僕の周りも。あ、本当ですか。うん、ありがたいです。はい。まあ本当にね、地元密着で地道に活動してますので。うん、僕も一番最初がやっぱり、ボニパニックのイベントでね、ご一緒させていただいて。はい。で、僕もやっぱりお客さんの方の席からも見てましたけど、うん、あの時に本当にファンになりました。あ、うん、嬉しいです。うん、あのイベントはね、結構メンバー一人一人、結構気合入ってたんじゃないかなと思いますね。うん、まあ、気合が入ってないイベントなんかないんですけど、うん、あれはね、もう、えぐこはってなんだろうっていうのをすごいみんな苦戦してのを持ってきた怪談だったし、語り方だったし、はい。すごい良かったイベントですね。全カットになりましたけど。光栄です。そのカットされた素材は僕持ってますからね。ああ、そうですね。狙われますよ。僕の兄貴もやっぱめっちゃ埼玉怪談ベース好きになりましたもん。ああ、もう本当ね。見て。イベントも来ていただいて嬉しいです。うん、まあね、できたばっかりで本当にもう今年まだ1周年っていうところなので、ね、うん、まあこれからね、どういう変化をしていくかとか、うん、はい。まあ、メンバー自身も楽しみだったりするので、ぜひぜひ追っていただければ嬉しいです。うん、僕本当、柴山綾子さんの加入はめちゃめちゃプラスというかすげえことだなって思ってますよ。本当ですか、うん、嬉しいですね。めちゃめちゃいい人入ったじゃんっていう。そうですかね。なんか、そう思っていただけたらめちゃくちゃ嬉しいんですけど。いやー、だと思いますよ。超ラッキーなくじ引いた。わかんないですけどね。2年経って、なんか誰だよ、あいつ呼んだのとか言って。いやいや、ないと思いますよ。まあでも、ね、こう、男性ばっかりだったところに、女性が入ってっていうのも、また一つ違うかなとも思いますし、うん、まあそこでね、いろんな化学反応が起きてくれれば嬉しいなと思いますけど。女性で、例えば、なんか女性で、なんか見た目だけが可愛らしくてとかじゃなくて、見た目ももちろん柴山愛子さん可愛らしいし、人柄もいいし、そこに実力というか、そのトークのスキルがすごいあるから。ええ、本当ですか、うん、自分ではなかなかそう思わないんで、なんかそう言っていただけたらすごい嬉しいんですけど。うん、めちゃめちゃいい人が入ったと僕は思ってます。あ、まあみんな持ってると思いますけど。いやいや。でもね、まだやっぱり怪談を持ってる数が少なかったりとかするので、うん、これからもっともっと、はい、磨きをかけて、いい話をお届けしていきたいなと思います。はい。よろしくお願いします。はい。今後ともよろしくお願いします。はい、こちらこそです。はい。じゃあまた告知をよろしくお願いします。あ、埼玉怪談ベースのツアーが、進んできておりますけれども、残すところですね、あと、埼玉5カ所のうち、春日部と秩父と埼玉市、うん、この後この3カ所回ります。7月の27日、春日部でですね、野々原さやねさん、クレヨンしんちゃんのグッズ、ギネス記録保有のですね、方をゲストにお招きして、おそらくかなり楽しい回になるんじゃないかと思ってますので、ご予約お待ちしております。その後、秩父と、埼玉市に関しては、詳細決まり次第すぐにご案内アップしますので、X とですね、Instagram とフォローして、チェックしていただけたら嬉しいです。お願いします。お願いします。はい。じゃあまた今後ともよろしくお願いします。はい。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい。いろいろ僕絡んでくると思いますので。もういつでもお待ちしております。はい。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい、3本。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。楽しかったです。はい、じゃあこれで終わります。はい。はい、はい、じゃあねー。またね、柴山綾子さんでした。ありがとうございました。いい目見てねー。